手無線型車内で入り口手無線型電車は台湾鉄路管理局の中長距離用振り子式、交流電車。設計は JR 九州885系電車の純動計。2007年5月8日より太白角号の愛称で中間線、義乱線、北めぐる線、台東線、南めぐる線間で運行されている。詳細は ふとしろ覚悟を参照に来たしとラン県を結ぶ北よ、高速航路雪山トンネルの開通により、に来市とギラン県との高速道路を使った自動車の移動時間は大幅に短縮された。これに対し、季節の大鉄ラン線は高速道路よりも大きく、迂回しており、曲線区間も多いため、在来型の車両の運行速度では高速道路との旅客獲得競争において不利な状況に追い込まれる。 懸念があった。このため大鉄は北よろし直線鉄道を計画し所要時間の大幅短縮を狙ったが2006年に環境アセスメントをクリアできず計画は頓挫してしまった。そこで北よろし直線鉄路が環境アセスメントをクリアし開通するまでの間先行して曲線区間を高速で通過できる振り越し列車を導入し議覧線区間の運行時間を 大幅短縮することにした。大鉄が以前導入した、韓国のロテムが生産した E1000 型、プッシュプル式電車は故障発生率が高く、また、状況の改善にロテム側が非協力的である点が問題であった。このため、今回は、韓国メーカーの入札資格を停止したので、最終的には、日立製作所が設計、製作した JR 九州885系電車を、 原型としたテム1000型電車の導入となり、穏便な車両調達が可能となった。この車両は885系電車と同様に、設計最高速度は時速 150km、営業最高速度は時速 130km となっている。振り子式車両で最大傾斜角は5度となっており、曲線区間を本速時速 25km で通過することが可能である。 これにより所要時間を大幅に短縮し、高速バスとの競争力強化という要求に応えている。西部幹線での試運転時に台北高尾間を3時間15分で走破し、それまで EMU300 型が保有していた同区間の最速記録3時間47分を大幅に塗り替えたが、保有車両数に限りがあること、東部幹線の速達化を重視していた交通部の判断で、 営業運転での投入は見送られた。2019年11月より、出入り口の段差をなくす工事に着手した。反例キールン港に陸上げされる車両保身駅南の幸福水道踏切事故のため、ペット専従廃車残りの48両については、引き続き入札工事が繰り返されていたが、台湾ドルの通貨安などの影響で応札車が現れない状況が続いていた。しかし、 東部感染対等駅までの伏線電化事業が決定したため、台湾政府交通部では、振り越し機動車を導入予定だった分も合わせて136両を新たに発注し直すこととし、日立製作所、丸紅連合と日本車両製造、住友商事連合が応募した。その結果、2010年12月31日、 後者の連合が受注することとなり、2012年までに最高速度や車体傾斜機構などの性能を本形式と同等以上とするテム2000型が導入される運びとなった。その後2014年12月28日、政府交通部は統計式に編成16両を同数のテム2000型と同時に追加発注することを決定した。 汐止駅にある弁当販売カート2016年3月21日よりエバー航空台湾サンリオとのコラボレーションで参事車、第1編成がハローキティのラッピング使用者となり特別列車として運行を開始したがヘッドレストカバーが盗難に合う事案が多発したその後カバーを低価格のものに交換し4月21日の改正以降にこの編成を含めた参事者が 定期列車として運行されることとなった。2019年2月1日で、ラッピング仕様を終了する予定だったが、一旦8月1日まで契約を半年延長、その後運行終了を7月1日に前倒して、ラッピングを定期クルージング列車である、関島の星に引き継いだ。ありがとうございます。